いけす。うるさい。はい、こちらお待たせ。生一杯。そちらの可愛いお客様、ほっぺが落ちるよりんごジュース、ちょっとお待ち。お姉さん、カルビとタン塩追加お願いします。喜んで。さっきからよく食べるわね。何言ってるの、シオンちゃん。はるかさんに比べたら私なんかまだまだだよ。カルビとロース3人前、ミネとホルモン、あとキムチ5人前追加ね。喜んで。ユキの残すならもらうわよ。あ、そのお肉まだ食べてるよ。それにしてもあの写真は一体何だったんだ。過去や未来の写真がごちゃ混ぜで、そこにキャラムで短期連載した竜の巫女の番外編コミックのことまで連写されてしもたみたいやね。はあ、なんだそりゃ。いただきます。あ、しずる、その肉は私が狙って。あら、食べたいんだしたら。はい、あーん。こんな人前でできるか。小説もぜひ読んでね、なんて言ってみたりして。あ、まよちゃんは後輩なんだから、そっちのお野菜になさいな。あ、写真といえばしおんちゃんがはるかさんの胸を揉んでたの。言ってくれれば私のだって。何を言っているの、まよ。そんなことを言っているとこのお肉私が食べてしまいますよ。そんな、せっかく大きなお肉取っておいたのに。いただき。なんでナオがここにいる。それを言ったらしずるやあかねがいるのもおかしいだろ。うちは夏希が美味しい焼肉をおごってくれる言うから来たんね。私のおごりだと。私はあそこのテーブルに居づらくなって。腹が立つわね。今回は私大活躍ができなかったですわ。なんだかミヤのヘテラな超能力に美味しいところを全部持っていかれたと思うのは気のせいかしら。そんなことないよ、トモエちゃん。美味しいのはこのお肉さあ、もっと食べて食べて。さらに国境ってものを何とも思ってない連中もいるし。ルール無用のデスマッチ。この肉もわらわのものじゃ。甘いといえばユキのすき焼きに砂糖をたっぷり入れるなんて邪道よ、邪道。すき焼きにはキムチをたっぷり入れて辛くして。はるかちゃん、それはすでにすき焼きじゃないよ。食べる。楽しいな、焼肉。美味しけりゃ何でも OK。 ただ気絶していただけの私にご馳走してくださるとは、なんとお優しい。さあ、もう涙を拭いてくださいな。ぐずぐずしているとなくなってしまいますよ。いつか真城様とも来られる日が来ますように。みんな楽しそうでいいね。でもそういう時こそちょっと意地悪したくなるんだよね。さてさて、次は。楽しい時間はたちまち終わり、私はまた一人になる。もたげてくるのは一つの予感。虎の巫女となった私が、マヨの胸を貫くビジョン。それは、避けられぬ定めなのか。あの子も、マヨもそれは分かっているはずなのに、どうして笑っていられるの。明日こそは、目を背けずにいよう。背を向けていても、運命の時は必ずやってくる。その時、私は前を向いていなくてはならないのだ。